カパンラギドットコム、シークレットナンバーは、金曜日、8月9日、西ジャワ州ボゴールのリド音楽芸術センターで開催されたルマックミュージックファラル、フェストイベントのラインナップの一つでした。バインエンターテイメント参加のガールズバンドは、スターライト、ドクサ、ドーキッタ、クレイジーラブ、などのヒット曲でロッキーファンを楽しませることに成功した。ジニー、スーダム、リタ、 レア、ズー、ミンジは、インドネシアに何度も出演できることが嬉しいと語った。インドネシア出身のメンバーであるディタカランさんは、ファンからの並外れた反応にいつも満足しています。明らかなことは、インドネシアに戻ってファン全員に歓迎されることが非常に嬉しいということです。とディタカランは語った。ディタカランだけが故郷に帰ってきたと感じているだけでなく、 他のメンバーもインドネシアを第二の故郷のようなものだと思っているようだ。こんにちは、インドネシアの調子はどうですか私はジニーです。またインドネシアに来ることができて本当に嬉しいです。第二の故郷のようなものです。とジニーは流暢なインドネシア語で言った。長い間インドネシアに行っていませんでしたが、今はインドネシアに戻ってきて。 信じられないほど幸せな人たちにたくさん会っています。とリーさんは語った。この際、シークレットナンバーは好きなインドネシア料理も明かした。メンバーそれぞれの好みが違うことがわかりました。インドネシア料理はどれも好きです。でも昨日、家に帰って最初に探したのは、オックステールスープでした。とディタカランさんは語った。ルンダン、 ヤギカレーを食べにまた来ました。とミンジさんはインドネシア語で言った。一方、スダムはルンダンが好き、ズーはカプカイが好き、リアは焼きそばが好き、ジニーはグリルチキンとチャーハンが好きな食べ物だと告白します。司会者のリアン・イブラムさんは、シークレットナンバーに因を踏むことを教え、現在インドネシアで流行している言葉、すなわち、ベルシアンダを言うことに挑戦した。 突然彼らの面白い行動が観客を笑わせた。シークレットナンバーとは別に、ルマックミュージックファラルフェストでは、タイアン、エーピンク、ザ・ローズといった他の K-POP アイドルも紹介されます。